選手、たくさんの方お集まりいただいておりますね。いやすごいですね、予想以上ですごく嬉しいです。はい、本当に心から気持ちが伝わるプレゼンテーションでしたが、実際にあの場でたくさんの方の前でお話しした時の気持ちお聞かせください。そうですね、アスリート代表として、あと日本代表してしっかり思いを届けるのが私の役目だと思っていましたので、はい、もう本番はしっかり気持ちを乗せて一言一言お話ししました。ありがとうございます。桃田選手に大きな声でありがとうございましたといただいたんですが、改めてたくさんの方お越しいただいていますので、2020年オリンピックパラリンピック開催都市決定、この東京ということに向けて一言メッセージをお願いいたします。はい、あくまで9月7日はスタートの日だと思います。2020年世界中から来るアスリート、そしてその関係者、皆さんに対して日本をアピールできるいい機会だと思います。主役はアスリートではありますが、ここにいる全員が主役だと思います。みんなで一つのいい大会を作りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。では桃田選手、こちらにいらっしゃる皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい、この熱気を7年間でさらにさらに大きくして、2020年に世界中のアスリートと観客の皆さんをみんなで盛大に迎えましょう。明るい日本を皆さんで作っていきましょう。ありがとうございました。桃田選手、加藤選手、ありがとうございました。それでは、くす玉開きに移らせていただきます。皆様、くす玉の紐を今お持ちいただいておりますが、この後、まずはフォトセッションを行わせていただきます。目線を指示させていただきますので、お願いいたします。皆様の、登壇者皆様の右手、まずはこちら側のプレスの皆さんにお願いいたします。続いて中央にいます。左側に目線をお願いいたします。それでは最後に中央正面をお願いいたします。それでは皆様、準備はよろしいでしょうか。私がどうぞと合図をいたしますので、そのどうぞのコメントの後にくす玉をお引きください。それでは参ります。2020年オリンピックパラリンピック東京開催決定、おめでとうございます。